本当公園で私たちやってたんですけども、ただ公園でやろうとしてもこういった鉄棒とか平行棒とかある公園が全くなくて、まあ、探すだけでも大変ですし、仮にそういう公園があったとしても子供とか親御さんがいる中でやるとどうしても、まあ、冷たい目線とかあるんで、あと下もコンクリートなんで危ないですし、そういった意味ですごくやりづらい環境しかなかったんですよね。でそうしたらいっそ自分たちで、まあ、自分たちの独自の、まあ、コミュニティ、まあ、施設を作ればいいのかなと思って、まあ、こういうジムを作ったって経緯ですね。自分のなんか眠ってる体の部分が呼び起こせるというか目覚めすることができるっていうのが一番の魅力で、例えばこうやって座ってるじゃないですか。で座りながら手も足も頭も動かさずに、例えば右足だけ持ち上げるって言った時って結構できない人多いんですよ。それとやっぱり本来なら使える部分が使えてないってことなんで、体の自由じゃなくて体の不自由な状態が起こってるんで、そうじゃなくてもっと体の使える可能性っていうのを広げていくっていうのがこの自重トレーニングであり、ストリートワークアウトの一番の魅力だと思うんで、体の自由を作っていくっていうのが魅力だと思います。